全知全能の魔法の記載とフェルソン家の過去の役職を考えれば、儀式はこの魔法だと確信できるか。と言っても、実際儀式に参加したことがない私たちは、儀式について詳しく知らない。伝承されなかったか、虚構の儀式だという可能性もある。儀式で使われた魔法は不完全だという可能性も。儀式は完全に虚構のものという可能性は低い。多少なりともこの全知全能の魔法とつなげられる。今、フェルソン家の儀式がどれほど本物なのかにかかわらず、儀式の存在から、少なくともフェルソン一族がこの儀式を信じていることが、または儀式から利益が得られるということを信じていることがわかる。今の情報からすれば、この家族は儀式を利用してお金を稼いでいるようだ。お金を生むビジネスを1ヶ月停止したら大きな損失になるじゃない。あのアルベルトというやつは、なんで戦地になって自分の知名度を上げないの？新たな宗教を創始しないの？新宗教というものは大金が稼げるし、わざわざ戦地に協力してもらわなくてもいいし。今考えられる理由は2つ。その1、資格、誰でも戦地になれるわけではない。その2、結果、戦地になれば悪いことになる。だから先月は、戦地の補欠が見つからず、儀式を停止せざるを得なかった。個人的に2番目の理由に賛成する。前の戦地が儀式を続けられなくなったから、儀式を停止して、新しい戦地を探した可能性が高い。まるで消耗品のようだ。儀式を続けられなくなった理由が多い。フェルソン家と協力したがらないから殺されたのかもしれない。儀式と儀式の副作用も理由になる。人に関する理由はさておき、理由が儀式と魔法に関係するなら、不完全か誤った魔法は確実に当事者に悪い影響を与えることができる。もし儀式が誤ってない場合は、儀式に副作用があることになる。さて、自分の信徒を傷つける神様はどういう存在でしょうね。儀式は噂で言われているようないいものじゃないと思っている。邪神と悪魔にかかっていると思う。よくわかっているようだね。あなたも同じでしょう。私より詳しい。家族教育が同じようだ。同じなわけないだろう。リーフ家は明らかにうちなんかよりよっぽどのプロだ。そんなことはないよ。ってその友人は？こういうものに興味があるだけ。だからその危険さがわからない。だから護衛しに来た。ミシェルは微笑みながら、机に伏せていて寝たエリザベスを見た。本当に離れられないね。そんなにゴシップが好きなの？いいえいいえ、気になるだけ。確かにこの子から離れられない。私たちは幼馴染だ。エリザベスは私の生活を大きく変えた。彼女なしではどうやって正常な生活を送れるか全然わからない。知っているのか、エリザベスは？いや、意識していない、まだ。母、甘くて切ない。もう。はい、すみません。なんでこの件を調べたいんだ。何も調べず、儀式に参加した後ここから去って、何も考えなくてもいいのに。見苦しいだけ？アルベルトの動機が？神を利用しようするあの態度が嫌いだ。確かに、家庭教育が違っているね。どう教えられたかわからないが、精神でも邪神でも幽霊でも悪魔でも神とあやかしへの畏敬の念を抱くのは大事だとずっと家族に教えられている。私たちには理解できない存在を、運命もあやかしも全て尊敬するのだと。わかるか、わかりやすい説明をしたのか。ポイ捨てちゃダメと家族に教えられたことがあるでしょう。だからポイ捨てはしない。ポイ捨てする人を見かけたらその人を止めるでしょう。これでわかるかな。もちろんわかるよ。僕の家族はそう言わないね。ご家族は正しいことを言った。これからやるのは、その人は本当に勝手にゴミを捨てたのか捨てなかったかを調べることだね。それからその人を止めることだ。うん、その前に本を返してエリザベスを起こそう。後で私たちの考えを説明するから。着いた？ドアが開いている。中にいる何人かが集まっている。立派な服を着ている50代の男性が客を出迎えている。
客も、この間の主人に見える男もにこやかな笑顔を見せている。こういう穏やかな雰囲気は、三人の心にさらに疑問を抱かせた。その男に歩み寄った。フェルソン様、この三人のよそ者が儀式を傍観したいと申します。お客様を集めていただきありがとうございます。この後に、改めて謝礼をお渡しいたします。フェルソンと呼ばれた紳士はソフィーたち三人を見て、親切に微笑んだ。私はアルベルト・フェルソンと申します。ここに来るのは初めてですか？お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか？エリザベス・セバーフ、ミシェル・リーフ、ソフィー・エルフ。ミシェルの名前を聞くと、アルベルトは明らかに驚いた。リーフ家のご孔明は、かねがね受けたまわっておりました。芸術品についての業務を行っておりますので、他の同業者からリーフ家への賛美を耳にすることがよくあります。数日前、リーフ様がこの町にお越しになったと聞いて、ずっとリーフ様とここの文物についてお話しさせていただきたいと思っておりました。あいにく、雑務で手一杯で、まさか今日リーフ様にお目にかかるとは。滅相もない。私どもはただ、ミステリアスなものに興味があるだけです。研究のためにこの町に来たから、ここの人たちと交流したいのです。戦学被災のみですが、ご都合のよろしい時にぜひお尋ねさせていただきます。ちなみにミシェルで結構です。もちろんです。いつでもお待ちしております。儀式は間もなく始まります。儀式を傍観なさるなら、秘密保持契約書と報酬契約書にサインしてください。こちらの使用人が案内させていただきます。そういうものが必要ですか？保証だけでございます。そうなさらないならば、残念ながらお引き取りくださいませ。3人はお互いを見た。いいでしょう。アルベルトは一人のメイドに案内させた。小さな部屋まで連れられて、文書を2枚もらった3人。1枚は秘密保持契約書で、両方とも儀式の内容と詳しいことを新聞社などのマスコミに渡すなどの形で公開してはいけないと書いてある。もう1枚は報酬契約書で、署名者はもう儀式を傍観しないと決めた際、必ずアルベルトにその理由を述べて、ふさわしい報酬金を払う必要があると書いてある。実際の報酬金額は儀式を傍観するのをやめる理由によって変わる。最終決定権はアルベルトにある。3人はすぐサインした。ソフィーは怖い顔をしているが、何も言わなかった。メイドは文章を丁寧に保管して、3人をあるホールまで連れてきた。ホールに何列かの席が並べられている。席に座ると、ホールの前方にあるプロジェクターと白いスクリーンがはっきり見える。エリザベスは周りを見て、少し不安げにソフィーの腕を揺する。ソフィー、見て。うん、知っている。ソフィーは眉をひそめていった。そこには客が4人いる。ソフィーら3人には、そこにいる全員が奇妙に見える。興奮した様子の観衆はひそひそと話している。何か盛大な演出を期待しているようだ。アルベルトはプロジェクターに歩み寄って、マイクを手にしてこう言った。皆様こんばんは。ご多忙中お時間を割いてくださり、儀式傍観に参加くださりありがとうございます。先月、儀式を停止いたしましたことをお詫びいたします。今夜、新たな戦地をお迎え申し上げました。戦地が皆様のために神様のご啓示を申し伝えられるように所望いたします。静粛に願います。間もなく、儀式は始まります。アルベルトが言い終わると、小さな声で話していた観衆は完全に静かになった。明かりは消えて、すべての視線はスクリーンに集中した。アルベルトがプロジェクターの電源を入れると、スクリーンにあるコンクリートの部屋が見える。それはシンプル、いや質素と言ってもいい部屋だ。白色電球を使う吊り下げ明かり以外何の家具もない。壁まで塗られてない。代わりに人が刻んだ痕跡だらけだ。ソフィーら3人には細かいところが見えない。文字の大まかな形状と意味のない図形しか見えない。大きいの、小さいの、深いの、浅いの、いろいろな痕跡は彼らから見える3枚の壁に隙間なく書き込まれている。それはとても怖い光景だ。
生きたまま埋葬された人間は来ることがない助けを求めるようにやむこともなく棺を書く。その痕跡は死にかけの人が絶望の果てに残した無駄な抵抗だと3人は思った。手に1枚の黒い布を持っている男は部屋に入った。中はそんな感じだと思わなかったのか。部屋の中に立っている男は迷った。男がカメラに向かうと驚きと恐怖がその顔からあふれた。ソフィーはその男を知っている。今朝彼女たちとすれ違った男だ。目隠しをしてください。男は少しためらったが言われた通りにした。その視線が目隠しに遮られて男は不安そうに壁を押した。男には何も見えないと確認してアルベルトはプロジェクターの隣のボタンを押し部屋の吊り下げ明かりの明かりを消した。部屋の明かりが完全に消えたらカメラは暗視モードに切り替えた。意外にも部屋にはまだ光がある。3枚の壁に蛍光ペイントで隙間なく描かれた魔法陣は闇の中で鮮明な緑色の光を光っている。魔法陣の群れにミシェルのノートにある全知全能の魔法の魔法陣が見えた。複雑で見知らぬ呪文と図形は人間には理解できない意味と力を持っているようだ。見るだけで寒くなるほど怖いと思う。そして今恐ろしい呪文に包まれた男はまだ何も知らないままだ。準備はいいですか。全知全能の上位存在非戦な愚者が問う。どうか微小な存在を導いてくださいませ。疑問と苦悩の答えをくださいませ。愚者はいつでもあなたを覚える。あなたにありたけの供物を捧げる。偉大なる存在よ、愚者はすべてを捧げる。ミシェルは2人に囁いた。あれは絶対にまともな祈りじゃない。あれは取引だ。普通の神ならあんな要求はしないんだ。相手は悪魔なのか神なのか知らないけどね。どっちでも同じだ。スクリーンの中の男はその話を覚えて4回か5回繰り返した。ソフィー、ほら。暗い部屋の中で男の体は動き始めた。予視モードで男が呪文を唱えながらぐるぐる歩き回るのが見えた。意味もなくうろうろする男の表情は見えないが、ソフィーら3人はそのスピードがだんだん速くなっていくのに気づいた。男は狂った舞踊を始めたように理解できない動作をし始めた。それはおかしな動きなのに、ソフィーら3人は全く笑えない。ソフィーとミシェルはなんとなく、慣れ親しんだ気配が感じられるようになった、人外の気配が。脅威された?脅威って、本当なの?本当だ。しかし君が思った脅威と違う。ああいう存在にとって人間の体に入る必要はない。人間を操るのは人形を操るのと同じようなこと。あの全知全能の上位存在は来たけど、あの男は全然気づいていない。あれはこの男を嘲笑おうとして男をエンターテインメントにしている。ソフィーは儀式の司会アルベルトの方を向いた。アルベルトは興奮した観衆と違って冷静で涼しい顔をしている。彼はただスクリーンの中の男を見ている。何を考えているか全くわからない。この狂気の演出は十数分続いた。アルベルトが儀式の部屋の明かりをつけると男は止まった。アルベルトはこれで終わりですと言って男に部屋から出てくださいと指令した。男は何があったか全然わからないということが簡単に見て取れる。がっかりしたような顔で出て行った。その後、アルベルトも送客だ。邸から出る前に、3人はもう少しみんなの様子を見た。さっきの怪しい顔はもうなかった。皆は満足したようだ。まるで、本当に盛大な宴をしたかのようだ。こんな光景に対して、ソフィーは眉を潜めた。ソフィー、大丈夫。大丈夫?帰ろう。何があっても後で話そう。あの儀式は本物だ。うん、あの魔法陣はノートのと同じだ。呪文についての情報がないが、そこまでできるなら、多分それも本当だ。どうする?何をすればいい?
儀式を停止させる、すべての真実を探し出して後悔する、今この町から離れる。離れない。隣で眉を潜めたソフィーはこう言った。その強い口調で、ミシェルは少しびっくりした。あんな奴があやかしを利用してお金を稼ぐのはどう考えても無理だ。あれは悪魔だろうが、神だろうが、触れてはいけない禁忌だろうが、あのアルベルトに好きにさせるわけは、ない。それに見たでしょう。儀式が当事者に与えた影響を。エリザベスはうなずいて自分の手を揉んだ。さっきの男の怪しい行為を思い出すと、体を制御できず震えてくる。ある存在は儀式で人間を操れる。いわゆる啓示は、多分、あの存在が人の体を操縦して、人の口を通して伝わったものだろう。しかし、誰でもうまく人外に接するわけではない。あの存在を理解できないなら、戦地はおもちゃにされる。あれを理解できるなら、戦地は代弁者になる。前に言った問題に戻して、さらにもう2個の問題が出る。前の戦地が儀式を続けられなくなった理由は、アルベルトは人殺しという可能性はないと断言できないが、今の情報から儀式について新しい考えが出せる。その1、儀式は当事者を傷つけるか。その2、儀式を通して呼んだ存在は当事者を傷つけるか。神とか悪魔などの存在との接触は人に影響を与える可能性があるが、実際状況によって違う結果になる。接触する相手の悪意が大きいほど、力が強いほど、人に与える影響が大きくなる。が、あの男は儀式を行っても無事のようだ。でも、今夜の儀式は成功しなかったじゃない。啓示を言うべきでは、今夜の状況を儀式成功、啓示は理解されなかった、と理解してもいい。だったら、今夜の状況だけで結論をつけてはいけない。つまり、儀式の結果は3つある、儀式失敗、儀式成功、啓示は理解されなかった、と儀式成功、啓示は理解され、伝えられた。3番目の結果は、最も危険で、儀式の真実だ。儀式は当事者に影響するのは確実だが、実際どうなるか、今は確認できない。狂わせたり、メンタルをおかしくさせるかもしれない。そして、第2問、儀式を通して呼んだ存在は当事者を傷つけるか。必ずそうするは、同感だ。呪文からすると、儀式は契約だ。最終的に、啓示を受けた当事者は代価を払わなければならない。それはかなり大きい代価だと思う。じゃないと、アルベルトはミドルマンにならないから。前に言ったことだ。戦地になれば悪いことになる。つまり、前の戦地は自分を取引の相手の生贄にしたのか。契約の交易は有竹の供物と、すべて。一般的に、お供物は牛と羊や、贅沢品や、お香など。生贄を捧げたこともある。だから、戦地が自分を生贄にするのも不可能ではない。前の戦地を調べる必要がある。死んだら、死体ごと消えたのか。それとも魂だけを捧げたか。生きているなら、今はどうなっているか。本当に調べるか。僕はもうこういうのに慣れているから別にいいが。君たちはプロじゃない。この件で危険な目に遭わなければならないわけじゃない。君たちは今夜ここから去ってもいい。僕が調べるから。ソフィーがアルベルトの行動を気に入らないというなら、僕が調べた資料を渡しても構わない。何が言いたい。儀式を業務にした地元の住民、アルベルトの態度、秘密保持契約書、すべての真実を掘り出すと、誰かが損することになる。悪魔とか幽霊に傷つけられなくても、もっと大きな危険がある。それはアルベルトだ。僕は以前、これに似た事件を体験したことがある。人間の狂気はどこまでいけるかも知っている。まあ、経験があると言ってもいい。忠告したいだけ。これから危険な調査になる。この件から手を引きたいなら、今はベストチャンスだ。私たちを誰だと思っている。昼の話は無駄だったのか。いや、別に舐めているわけじゃ。なんで自分一人でも大丈夫だと思うの。一人の方が危ないじゃない。身を守る方法が一つか二るあるから。魔法なのか、武器なのか、経験なのか。ソフィーはカバンからナイフを持ち出した。
魔法とか使えないけど、小さい頃から家族について人の家でお祓いしたことがあった。恐ろしい存在を見たこともあった。生かじりの呪術も知っている。ソフィーの視線は手の中にある武器からミシェルに移った。同じぐらいの資格を持っているのに、なんで一人で戦おうとするの。善悪と関係なく、僕はただ知りたい、その中の知識を手にしたい。私もそうだ。善悪と関係なく、傲慢なものを止めたいだけ。じゃあエリザベスは、彼女を守りたいなら、この件を調査するような危ない真似をするのか。私が足を引っ張るみたいに言っているね。あなたたちと違う、私は神秘学の素人だけど、私たちの推測したことは本当だと言うなら、今夜、儀式を行ったあの男は内情を知っているか、それとも、アルベルトに騙された、前の戦地は、儀式は当事者を傷つけるということを知っているか、アルベルトにとって、儀式が業務だったら、アルベルトが戦地を騙したり、儀式を行うように脅迫する可能性がないかな。ここ、儀式の被害者がいたかいなかったか、それが知りたい。もし、本当に被害者がいたら、この儀式を止めたい。あなたたちと同じ、私は、見失えないものを持っている。それに、エリザベスはソフィーの手を引いた。ソフィーが調査したいなら、ずっとそのそばにいる私は、付き合わないわけないでしょう。ミシェルは恥ずかしそうに笑った。ごめんね、君たちを舐めて。いいよ。では、今夜はここまでにしよう。明日は、長い一日になりそう。